FC クラスのダーアルは、ロシア連邦の都市クラスのダーアルに、本拠地を置く、サッカークラブである。2008年に創設。ロシア大手食品、日用品小売会社マグニトのセルゲイ・ガリツキーが、オーナーとして支援している。2010シーズンは、ロシア一部リーグを5位で終えたが、サトゥルン・ラメンスコへのリーグ撤退により、3位の FC、ニジニノブゴロド、 4位のカマーズ・ナーベレジヌイエ・チェルヌイを抑えてプレミアリーグ昇格を果たした。2013から14シーズンはプレミアリーグを5位で終え、初の欧州カップ戦となる UEFA、ヨーロッパリーグ2014から15出場権を獲得した。ロシアカップは決勝に進出したが FC ロストフに PK 戦で敗れ、準優勝に終わった。ヨーロッパリーグは プレイオフでレアルソシエダを破り、初出場で、初のグループステージ出場を果たした。2016年10月に、新ホームスタジアムとなる、スタディオン FK クラスのダールが会場した。なしなし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。